まず待ってた。あー今日あれか、今日ラストか、今日ラストだ、今日韓国ラストだ、うん、今日韓国ラストで明日朝飛行機乗ってバイバイか。早かったな、今日最終日です韓国。今日があれか、振り返りか韓国。ないよサプライズなんて、もうりえちゃんさよなら、うん、さよなら、うん、長いようであっという間だったね。ほんとそう、もう最終日だからね。うん、あ、ありがとう罪とバチさん。いやもうだいぶ楽だね、だいぶ。あー半岸公園行く、半岸公園、大きな川だけど雨降ってたらやめよう、うん、雨降ってたらやめ、もう昨日びしゃびしゃで帰ってきた。あの家帰った後もさ大雨でさ、うん、大雨。こんばんは。なんか今日あれだね、なんかあきこママの店久々に盛り上がってるみたいだね。なんか一時また平和になってたじゃん、喧嘩なく。今日ひでばば店長でしょ、なんかすごい喧嘩とか大変そうみたいだね。起きたらさ、あのタクマがさ閲覧4桁って絶対なんかあったんだろうなって思って、うん、タクマ、あ警察来るんだ、うん、お前埋もれてて配信して気づかなかったよ、あーありがとう、ちょっと待って、なんで私フォローされてないの？フォローしてあげようと思ったらフォローされてないじゃん。ゆまるちゃん切られた？なんで？なんで？ひでママは元お店やってただけ。ああ。え、なに？ひでママは別に普通に仕事してるけど、周りが問題見解してるってこと。ひでママは別に、私東京行ったら行きたかったな、誘われてたんだよひでママに来てって。残念だよタイミング合わなくて。てか前今日かっこよくね、宝塚系じゃない。え、マギ今日かっこよくね、なんでだ、かっこいい、ちょっとスクショしよう。いやなんか髪型がなんかすげえメンズ感か。最初のさ時間200行きたいよ200。メンズ感。いてててて、雨降ってんのかな、ちょっと一回外見てみよう。呼んでんじゃん。
ミュートだった、ごめんね。半岩公園の行き方わかる？また誰頼りながらさ、なんか間違えてさ、リスナーさんブロックしちゃったんだよ、韓国詳しい人ごめんなさい、ブロック間違えてしてたって言ったらさ、なんか私も多分ブロックされた、そっから音沙汰ない、ブロックされたな多分、いい人だったのに間違えて、てか草薙キモいんだけど、全身の写真送ってくださいとかさ来るから、マジキモい、草薙とブロック間違えたんだよ、する間違えてねえ、ここ蚊がいる、だからかすっげえ体かゆいよ、ずっと耳元で、これはこれでうざい、うざい、うん、かゆい、ダニはいないけどすっげえ蚊に刺されるんだよこの部屋、蚊がいるわ、よいしょ、みんな200ナイス頑張ってほしい、まず200スタートしたい、200いったら半岩行こう、半岩まゆ最強、かゆい、雨上がり、あ、何？雨上がりって何？てか昨日から梅雨が始まった、ジメジメの梅雨、韓国、明日つうか今日最終日何しようかな、特に予定がない、予定ではあのこれ解禁だと思ってたからさ、なんかクラブとか行けるかなって思ってたけど、結局これ解禁できないからさ、予定狂っちゃった、予定狂っちゃったよ、これなんでわかんない、これね貼り直して新しいのにしてもらったんだよ、アルコールジェル持ってない、うざ、もう蚊の季節か、うざ、鼻の解禁はあさってだから、あさって配信できないから、あの日本で公開だね、日本で、実はこっそり内装してるの内緒ね、いや知ってたよ、内装してんの、なんか宣伝してんじゃんお前のこと、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、今月毎日よろしくお願いします、なんかみーこ病んでるらしいよ、みーこ私も連絡来ないからさ、そうみーこさツイッター消しちゃったじゃん、心配で連絡したんだよ、帰ってこないから相当病んでんじゃない、何があったんだろう、うん、鼻何にした、これ整形したの、ミーコが病むって珍しいよ、しかも私帰ってこないって何なの、うちら上辺だったってことうちら上辺ってこと言えないの俺に、うん、ゼロ本女子の女子の女帝、ちょっと待って、総合今何どんぐらい、
皆さんナイスよろしくお願いします。ちょっとね、総合を上げたくって、総合5位を固めたいんだよね。あーもう接戦、やっぱバチバチの、みんな頼む。まずこのあと15分以内にあと100ナイス欲しい。接戦だわ。お願いします。何でもするから。これあととりあえず1000、そうだね、接戦だわこれ。うん、これ油断できない。前回もこれでバチバチにやってさ、100ナイスで負けたんだよ。マジで悔しかった。うん、いや吉江さん増えてる、普通に増えてるから。うん、増えてるね普通に。よろしくお願いします皆さん。いや雨止んでる。200ナイスで公園行きたいんだけど、うわマジかよ。なんか韓国のさ蚊って何、なんかこう、なんかこう全体的に痒くなるやつ、なんかこう一箇所刺されるじゃん、この周りが全部痒くなるんだけど。1位はデコルト姉さん。私 AB 型だからさ、あんま噛まれないんだけど。アレルギー反応、あー体が日本の蚊じゃな、蚊冷まされたことない蚊だから、なんだこれってびっくりしてるのかな。うん、足が臭いと刺される。つけてない。まいちゃん好きなんだけどあんまりコメント拾ってくれない。いや私さ、普通に雑談の時はね拾ってる方なんだけどね、全部は無理な時もあるかな。コメントがすごい流れてる時とか。韓国の蚊って結構危ないの？昨日さチャイナタウン行ったんですよ。チャイナタウンでマジでさ、本当に配信で伝わんないレベルにすっげえ麺が入ってて、多分あれ3人前、普通のラーメンの3人前入ってんじゃないかな。マジで半端ない、ね、どんぶり、おっきなどんぶりのラーメン出てきて、大盛り、大食いの。しかも美味しくないじゃん。多いし美味しくないし、でなんか知んないけどさ、美味しくないもので腹満たすとさ、すっごいお腹いっぱいになるんだね。お腹いっぱいだもん。まずいもので腹満たすとさ、すっごい苦しくなるね。なんでか分かんないけど、やっぱ、まあ、そういうチャイナタウンだから中国人が作ってる、まあ、中華料理食べたけど、小籠包は美味しかったんだけど、小籠包は本当に美味しかったんだけど、やっぱその口に合うのはやっぱ韓国だし、私思ったんだけど、いろんな国をさ、だから韓国はまあほぼ、まあ、1ヶ月いてたやん。だけど他の国で20日間ってやっぱ無理だね。改めて食ってすごい大事だわ。食べ物あれだって初日で結構だから、あれ 何日も食べ続けたらメンタルに来るんじゃない。うん、ハワイとかもそうだよ。あれをずっとってなったら
友達とハワイで、あのカップ麺の赤いキスのカップ麺の取り合いになって喧嘩するぐらいだからね。1週間行って稽古と、うんこ出てない、あうんこ昼間出たけど微妙だね、うん、そうだから旅行でカップ麺なんか持っていくんじゃないよって言われて、でもなんか持ってった方がいいよってネットで書いてあるから持ってくって言って、それでなんかちょっと喧嘩になったの。私は絶対にかあの海外の食べ物しか食べたくないから私は絶対いらないって言って、あで私は赤いキスで持っていくって、それで本当にまずいねってなって、あそれフロリダね、であのあこれもうマジで日本食食べないとまずいってなって、赤いキツネ食べてたらケイ君がちょっとスープだけ欲しいって、ちょっとスープ一口だけくれないって言われて、いやそれはできないってあげることはできないって言ったら超喧嘩になって、スープ一口スープももう惜しいぐらいので、それでちょっともうそれぐらいいいじゃんって言われて、でもそもそもさあマキ持ってきちゃダメ、持ってこないでって言ってたぐらいじゃんって、じゃあ自分だって持ってくれればよかったよねって、そこでもう喧嘩になっちゃって、そうで高いわけ、あ違うわ、そうフロリダは田舎なんだよ、あのフロリダのディズニーのところって田舎なのね、そのアメリカの食べ物、あじゃあ日本の食べ物とかって普通売ってんだよ、あの 旅行客用の、それすらもなかったんだわ、それで買えないし、そう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 、結構幼なじみ、それであげることできなかったんだわ。でハワイとかだったら売ってんだよ、赤いキツネとか、でももう600円とかだよね、たかがカップ麺1個で、で金払えばでもまあ食べれるけど、どうやって仲直りした？いやなんか普通にもうなんかなんだろうね、なんか旅行って本当くだらないことで喧嘩するよね。それで本当になんかなんだろう、まあでもそれってさ別にどっちも悪くないじゃん、くだらないし。でその時は本当にもう絶縁考えてて、でもまあ数日後にあれなんであんな怒ってたんだろうみたいな、うん、でもなんかやっぱその友達と旅行行くってあの相当な仲良くないと本当に喧嘩になるよ。今日もさあの病院行く時に日本人のカップルが超喧嘩してて、分からないねみたいな、本当にもう別れるみたいな。カップルもさあるよね、そういう喧嘩、ディズニーとか、うんね、そうかカップルもさ、私もだからその何友達って本当に仲良くないといけないかも、結構誘われるけど旅行行こうよって、うんお金払ってさ喧嘩したら嫌じゃん、かゆいよ、うん、あと75ナイスで延長します、あと75ナイスで絶対に延長しない、200いかないと、あそこうちのホテル無人島だからさ聞いてもいないんだよね、リエみたいに。リエだったらさ深夜まで起きてるからさ、うん、グアムで喧嘩して彼女置き去りにして帰ったことがある、それもびっくりしないよね。なんか私の友達もグアムで友達同士喧嘩して置き去りにした子いるわ、喧嘩した内容もさ、なんかまあ女の子同士で行くじゃん、でインスタって流行ってんじゃん、で女の子らしい女の子って
インスタ映えなとこ行きたいじゃん。でなんかグアムでなんかね、これ写真撮って写真撮ってみたいな、ね、私撮って撮って撮ってみたいな、でずっとインスタ映えなとこに連れてかれるんだって。でもそのもう一人はせっかく旅行に来たんだからゆっくりしたいしリフレッシュしたいしみたいな。でももう一人はインスタ映えのために行ってるパターンの子っているじゃん。全然だから食い違っちゃってさ。そうそうそう。でそれでなんか絶縁した子いるよ。なんか途中でその子がめんどくさくなっちゃって、じゃあもうまるまるちゃん一人でインスタ映えのとこ行ってきてみたいな。でもそれもそれでその子もえそんなこと言うかって思うけど、えみたいな。そうで、でもその前の友達もちょっとやばいなって思ったのが、一緒にショッピング行った時になんかそのインスタ映えの女がねえねえ、まるまるちゃんこれ絶対可愛いから買った方がいいよみたいな、まるまるちゃんに超似合うから買えねえよって言われたのがピチッ、なんかカチンってきたのか、えそんなに買えないよって言うんだったら自分が買えばいいじゃんって言ったんだって。なんで私にそんな買い替え言うのみたいな。私の財布のなんか私が今回そんなにお金使ってないからたくさん使ってほしいんだとか言って、それで喧嘩になったらしくて、えそれはマジひねくれてない、それはおかしいよって言った友達に、え自分で買えよなってそうなんの、え私絶対言うよ、えまるまるちゃんこれ超似合うから絶対買えないよってその子似合ってたら。でもそういう考えがないんだってその子は。え何自分で買えよなってどういうこと、そっち側の意見じゃないんだけど、意味わかる、言ってる意味。イライラしてた、欲しくなけりゃ。えでも私もえ悪いけど私もねそういうの言っちゃうんだよって、ショッピング行ってこれ〇〇ちゃんに似合ってるって思ったら言っちゃうんだけど、そしたら私にも怒るのって言ったら、いやまあ眉はそういう女特有のないから思ってること言ったと思うけどその子は多分違かったと思うとか言って、そんなことあるかって。でそれでなんか喧嘩になって、もう何途中でもう別々に飛行機もう途中で別れて旅行遊びしてて、で空港であの席乗ろうとしたら友達と本当は隣同士だったんだけど、友達があえてその隣同士の席を変えたんだって、ランダムにしたんだって。それでもうそこでそのグアムの事件からグアムからもう絶縁して友達じゃなくなったとかね。あと60ナイス無理かな、私延長できない絶対、言っちゃったから今頼む、そこまでだよ。だからそんなくだらないことで海外旅行って絶縁しちゃうんだよ、うん。旅で本当の性格や価値観が分かるってことがある。夫婦も成田離婚とかあったやん。成田離婚って何、何成田離婚って。あ150ナイスありがとう、無理かも、最悪だ。無理ですか、あと50人いける、いけるいける、470人見てるから。200ナイスで阪神公園行きます。いや手がパンパン、ガリガリの前の手がパン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 。ああと40ナイス、あと40ナイス、いけるいける、ああと35、あと35だ。なんかねいつもねギリギリなんだようちって、いつもギリギリです。手の脂肪注入はそれ夏なっちゃんでしょ、夏なっちゃんやったよね。
新婚旅行で喧嘩して成田で離婚？やば。友達ハワイに連れてってあげた時マジでムカついたことがある。なんかさ、私思ったんだけど、友達との誕生日ってやっぱり、まあ、旅行とかなんかレストラン連れてくとか、そう食べ物とか、なんつうの、そういうのってなんか物に残らないじゃん。でそれって結構記憶なくってさ、物であげた方がいいと思う。物で、私もね、そうなんだよ。友達になんか旅行とか連れてもらったことあるけど、あれなんか私なんか記憶にないんだよね。なんか旅行物に残らないと。あと20ナイスよろしくお願いします。 いけると思う。何だりこんって臭いですよ。へえ。ありがとうございます。なんだかんだあともうあれか、物であげてメルカリに出されたら、うん、あーやばい、頼む、頼む、半岩公園ね。でもこの時間行って大丈夫なんかな、この時間に。あと電波ね、あと電波、おつまゆまだ早いって、おつまゆまだ早いって。ナイス、右下ナイスボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。右下押してバクグラして、右下押して、そしたらもう寝てもいいよ。いやでもまだね、始まって30分だからね。あ、13人。あと10、あ、あと10人だ。頼む。頼む。いつもこうなんだよ。うん。頼む。お願いします。お願いします。あ、いた、ありがとう。ちょっと待って、雨降ってきた、ポツポツ聞こえるんですけど、また雨降ってない？はあ、でこっから、そうだね、こっから50ナイスずつだね。こっから50ナイスずつ頑張るか。次の赤文字じゃ。また雨降ってるよね。うわ、雨も。充電壊れたからな。雨の中さ。傘さすか。傘。うわ、もうやだ、俺っちのさ、虫よけないのか。